皆さん拍手をお願いします。ありがとうございます。それではスタンバイできたらお願いいたします。せいかちゃん、皆さんスプラッシュの皆さんに盛大な拍手をお願いします。ありがとうございます。先輩方暑い中お疲れ様でございます。ありがとうございました。やばい、お疲れ様です。今日はあれですよね、初めてダンスパフォーマンスする方が、はい、3人いました。3人いらっしゃる。一昨日かな、はい、井上さんと私はそうです、やる予定だったんですよ。ゲリラライブでなるほど、はい、溺れないってしまって初ステージで、はい、どうですか、緊張しましたか。いや、なんか皆さんがニコニコ笑ってくださるので、うん、緊張しなかったんですけど、うん、なんか違った気がします。自分の振りが間違えてたとか、はい、なんか確かに出る前皆さんなんか緊張するっていう声聞こえてましたもん。緊張してました、はい、やっぱりね、あの今までずっとリハーサル室で衣装なしでしか私はまだ踊ったことがなかったので雰囲気が違います。雰囲気違います、はい。これだけたくさんの方来ていただいて、最初にも言いましたけど、本当にお祭りの音かなの3倍以上来てます。皆さん本当にありがとうございます。ありがとうございます。そんな自虐しない、いや大丈夫ですか。なんだろう、突っ込みづらいって。ごめんなさい、ごめんなさい、先輩方も多分見てらっしゃる、申し訳ないんですけども、はい、ありがとうございます。目覚ましくんを皆さん掲げていらっしゃる方もいらっしゃいますけれども、目覚ましくん一応多分皆さんもご存知だと思うんですけれども、今日のメンバー自己紹介していただいてもよろしいですか。一応、はい、お願いします。あの初めてなんですけど、どういう順番でやってるんですか。いつもは年次順で下からいきます。下から行く、はい、下から行くの、下から行きましょうか。では行きましょう。
ージでとっても緊張したんですけど、もう皆さんが笑って見てくれてたのでいいかなと思ってます。皆さん優しく見てくださってありがとうございます。ありがとうございます。それでは拍手お願いします。お願いします。続いては、はい、はい、同じく入社。いや私かな。え、違う待ってください。小室と同期の入社3年目、長内玲奈と申します。普段は目覚ましテレビでエンタメコーナーなどを担当しています。皆さんすごく熱いと思うんですけど、すごく手拍子してくれる方が増えたなと思っていて、私は結構ダンスを踊ってるんですけど、すごくノリノリで参加してくださる皆さんが増えたなと思ってすごく嬉しいです。よろしくお願いします。ありがとうございます。入社6年目の井上聖香と申します。めざましテレビやほんまでか TV などを担当しております。冒険王も結構もう、ね、日にちが経ったんですけど、今日が初ステージということで、結構みんながもう慣れてきて自信を持って踊っている中、緊張しながらやってました。皆さんこう温かく見てくださっていて、その眼差しにすごく励まされました。ありがとうございます。これから踊っていくのでよろしくお願いいたします。かわいい。入社6年目の杉原千尋です。私はノンストップとワイドなショーとあとナレーションをやっています。もう何回か踊ったんですけど、この暑さ本当に慣れませんね。そうですね、めちゃくちゃ暑い。なので皆さん本当熱中症対策しながら見てください。そしてなんかめっちゃ嬉しいよ、私ノンストップの皆さん見に来てくれて、ぜひたくさんノンストップスタッフ最高です。掲げていただいてありがとうございます。1話までですけど、本当ですね、まさかの。もうちょっとじゃあ天高く上げていただいても。天高く、恥ずかしいですよね。上げちゃうと後ろのお客さん見えます。ありがとうございます。気持ちだけね。はい、ありがとうございます。じゃあ続いては。私かな。はい、入社8年目の堤です。主に今はライブニュースアルファという夜のニュース番組を担当しております。今日も23時40分からのはず。時々ちょっとその前後の、はい、前の番組の関係で たまに時間変わるのでちょっと、うん。おそらく23時40分から、はい、本日もニュース呼びますので、ぜひよろしければ皆さんお家帰ってゆっくり涼みながら見ていただけたら嬉しいなと思います。あと皆さんしっかりそちら水分補給とかしていただいて構いませんので、いっぱいお水飲んで体調気をつけてください。今日はありがとうございます。ありがとうございます。はい、私でいいです。そうですね、大鳥の話を聞かせてください。ご来場いただきまして本当にありがとうございます。入社の年がちょっと分かんないよ。2010年入社ですよ。11年入社ですね。入社ですけども、生田竜星と申します。35歳です。いつもは目覚ましテレビと目覚まし土曜日のキャスターをしております。本当にこのねフレッシュな女性陣の中に倉田育太というちょっとおじさんが混ざってるんですけども、今日は初めてのステージですごく不安だったんですが、皆さんの温かい目で見守っていただいたので、本当に自信を持って踊ることができました。本当にありがとうございます。ありがとうございます。本当に心強かったです。生田さんだいぶ男性一人なことをね心配してましたからね。いいのかなって、いらないんじゃないかなって。いや、いつでも太鼓チームは生田さんのこと待ってますから。でもね、今回ね、そう太鼓をちょっと外れてこっちにくら替えしたんですけども、太鼓は叩かないです。そうですね、我々やっぱりサラリーマンなんで人事異動ありますから、それでねダンスチームの方に移動したというような形になるんですけれども、そうね、今年はね目覚ましスタッフも来てくれてます。あ、本当ですか。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。嬉しいですね。いろんな番組のスタッフさんだったりとか、アナウンス室の同僚だったりとか、たくさん見に来てくださってね、本当に嬉しいです。嬉しいですし、ね、こう連日もうこのステージも今日で何回目だろう、6回目ぐらいかな、結構たまにね、5回6回ぐらい、やらせていただいてるんですけど、ね、ちょこちょこ毎回のように来てくださってる方がいらっしゃったりとか、本当に初めての方もそうですし、本当に普段なかなかテレビで直接お会いすることができないので、こういった機会本当に嬉しいです。もう頑張ろうというふうに改めて思います。こういうステージで4年ぶりですから、ね、よくこういうアナウンサーステージに来てくださる方が4年ぶり
員もこうやって来てくれてるんで、あ、元気にしてたんだなと思って本当ですね、ありがとうございます、まあ、逆にこれ毎回見られてるっていう方いらっしゃると思います。あ、最前列のすごい、毎回ありがとうございます。初めて来たよっていう方もいらっしゃるんですね。初めての方、あ、すごいです、ようこそいます、ようこそお台場です、ありがとうございます、いらっしゃいませ、ぜひいろいろよろしくお願いします。本当にありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます。だいたい普段はこのステージの後ってどういう話してるんですか？なんかね、ダラダラ喋ってる。そうですね。あ、そう、ちなみにさ、おとといの、そうですよ、ね、報告しなきゃ、トークショーで何話そうかってなって、うん、このスプラッシュってチームなんですよ、うん、スプラッシュのなんか掛け声みたいな、スプラッシュですみたいなポーズ決めようよみたいな、そうやったんですよ。そうです。で、あの、そう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 、おととい勝手に決めたの。これは初出しですよね。初出しです。おととい、おとといは、おととい、あの、皆さんの前で決めて、なるほど、そう、皆さんからちゃんとあの承認していただいて、そう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 、承認していただいて、ただスプラッシュの他のメンバーにお知らせしてなかったので、はい、なるほど、はい、ここで確認取ろうかなと思って。え、何ですか？じゃあ、あやめさんちょっとやって、竹声どうでしょう？それやっていただきたいですよね。一緒にやりましょう。はい、シャッターチャンスです。お願いします。私たち、せーの、スプラッシュです。おー、おーが一番ちょっと先輩たちお前でしょ、おーという感想です。スプラッシュをイメージして、この水しぶきを最後に飛ばすんですよ、はい、波、波で、この波ですね、後ろにスプラッシュの文字ありますけど、スプラッシュです。え、ちょっとやりたいです、みんなで。これ水しぶきね、最後。じゃあ掛け声合わせていただいて、皆さんで、そんな乗り気がないちょっとレミさん嫌がってませんか？ちょっと嫌がってません。これ、アメリカは、あの、後日決めます。後日から。こういうのありますよっていう提案です。あ、了解しました。リーダーにこういうのありますよっていう提案で。そう、そうそうそう。結構いろんな